こんにちは、ヤマコです。今回は登山でガスバーナーを使う際のコツを10個お伝えします。特に操作が難しい道具ではありませんが、より快適に使うヒントがあるかもしれませんので、よろしければ最後までご覧ください。ガスバーナー最大の悲劇が倒してしまうことです。なるべく水平な場所に置いてください。また山火事防止のため、落ち葉など燃えやすいものは払ってから設置しましょう。着火操作の際にコッヘルを倒すのを防ぐため、火をつけてからコッヘルを置いてください。またコッヘルの取っ手はあらかじめ開いておきましょう。閉じたまま火にかけると熱くなって触れなくなります。ガス調整つまみを操作する手は右か左、どちらかに固定することをおすすめします。そうした方が火力アップとダウンが感覚的に分かりやすくなるからです。ガス缶の蓋は小さくて軽く、なくしやすいです。作業中はどこかにしまっておきましょう。火気一式をまとめている小袋に入れておくのが良いと思います。着火装置で火がつかない場合に備えて、ライターは必ず携行しましょう。ちなみにバーナーとガス缶の接続が緩いと着火装置が効かない場合があり、そもそもガス漏れ事故になりますので、しっかりと閉めておいてください。シエラカップ等の容積を把握しておくと調理の際に役立ちます。こちらのカップは最大 260ml で、満タンよりやや少なめでちょうどカレー飯が作れます。使用中は火を守るべきなのですが、100% ガン見していなくてもいいと思います。おすすめなのはこのタイミングで靴紐を結び直すことです。靴紐は歩行中にどうしても緩んでおり、また降りるときは登るときよりきつく締めた方がいいとされています。火を見守りつつ靴紐を結び直すことで休憩時間の時短になります。仮にお湯 200ml を使い、5分待つ主食と同じくお湯 200ml の飲み物を作るとします。また 200ml 沸かすのにかかる時間を5分とします。一気に 400ml のお湯を沸かすと、沸かすのに10分、待ち時間5分で食べ始めるまで15分かかります。先に主食の分のお湯を沸かし、待ち時間中に飲み物用のお湯を沸かせば、調理開始から10分後に食べ始めることができます。スケジュールがタイトでなければのんびりやっても構わないのですが、休憩時間を必要最小限にしてサクサクと行動した方がトータルでは疲れにくいと思います。飲んでも全然いいんですけど、ご存知の通りコーヒーには利尿作用があります。山で飲むコーヒーはとても美味しいものですが、山イコールコーヒーという固定観念を捨てると、いろいろな発見があるはずです。個人的には主食で取りにくい野菜をスープで補給するのがお気に入りです。カップ麺やカップ飯のゴミはかさばるので、ゴミ袋に突っ込むより、これ自体をゴミ箱にするのがおすすめです。1泊以上だと邪魔になってきますが、日帰りならこれでこと足ります。コッヘルや食器の汚れはペーパーなどで拭い、帰ってから洗えば OK です。山火事にはくれぐれも気をつけて、温かい食事を楽しんでください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。